マクシミリアン・ガルデル・マクシミリアン・ガルデルは、フランスのバレエダンサー、振付やバレエ指導者である。パリオペラ座の首席振付家を務め、ジャンジョルズ・ノ・ベールが提唱した、バレエ・ダクシオンの理念を強く支持した。実定のピエール・ガルデルも、兄の後を継いで、パリオペラ座の首席振付家,家に就任している。1741年、クロード・ガルデルの息子として、ドイツマンハイムで誕生した。 父は、ポーランド王国の国王スタニスワフ一世シチニスキの宮廷バレーマスターを務めていた人物で、彼もバレエの道に進んだ。1755年からパリオペラザ付属の王立音楽アカデミーでバレエを学び、1759年、舞台に初出演し、軽妙な演技で賞賛を受けた。5年後にソリストに昇格し、1772年には、 ジャンフィリップ・ラモーのカストールとポリュックスでガエタノベストリスの代役としてアポロ役を演じた。この時ガルデルは当時の慣例だったカツラと仮面をつけずに舞台に現れたが、これは当初出演予定だったベストリスと間違われるのを嫌ったためと推定されている。1773年にジャン・ドーベルバルと共にパリオペラザのバレーマスターとなった。1776年に フランス王妃、マリー・アントワネットは、ベストリスの後任としてのパリオペラザの首席振付家の地位をノベールに与えた。この地位については、ガルデルの就任が有力視されていたため、彼の母親は、自分の息子が就任するはずだったのにノベールが横取りしたと有力者たちに訴えて回ったほどであった。ガルデル自身はノベールが提唱した舞踊は、 単なるディベルティスマンを提供するものではなく、物語を語るためにこそ用いられるべきという、バレー・ダクシオンの理念に強く共鳴し、同時代のオペラ・コミックからしばしば物語を借用して作品を振り付けていた。1781年にノベールの後を継いで、ドーベルバルと同時に主席振り付け家に就任した。パリオペラ座の歴史の中でも、同時に二人の人物が、 主席振付経営を務めていたのはこの時期だけだった。共同で主席振付経営を務めていたドーベルバルとの関係は良好ではなかった。1783年に二人は衝突し、ドーベルバルは妻で花形ダンサーだったマダムテオドールと共にパリオペラ座を去っていった。1787年、足の親指の小さな負傷が元で S を起こし、わずか一週間で休止した。 パリオペラ座の首席振り付けへの地位は、兄の補佐として働いていた弟のピエールが引き継ぎ、以後33年間の長きにわたってその地位を務めることになった。ABCDEFGHIJKL、オックスフォードバレーダンス辞典百129ページ。オックスフォードバレーダンス辞典百128から129ページ。ABC 佐々木13、131から133ページ。 レー八82から83ページ。AB、オックスフォードバレーダンス辞典百129から130ページ。オックスフォードバレーダンス三百364ページ。レー七77ページ。佐々木、126ページ。佐々木、130から131ページ。ラフィー・マルガルでのヒロイン、リーズと呼ばれていたの初演者として知られる。佐々木、 128から129ページ。オックスフォードバレエダンス辞典337ページ。パリオペラ座の首席振付絵としての最長在任記録としては17世紀から18世紀にかけて活躍したルイ・ギオーム・ペクールの42年間に次ぐものである。ありがとうございます。